コミュニティの結束力と大雪の冒険、ナンバーアイの食事会、ナンバーアイ、平野ラノシヨと食事会、すしくいねえ。したらまさかの、こんにちは、読者の皆さん。今回は、ナンバーアイのメンバーたちが行った食事会に焦点を当て、そこから見えてくるコミュニティの結束力と予測可能な冒険についてお話ししましょう。大雪の日に約束していた食事会がついに実現し、平野ノシたちが寿司屋に集結しました。 しかし、予想外の出来事が待っていました。平野くんは、なんと2時間も早く到着していたのです。それもそのはず、彼は17時に来ると勘違いしてしまったようで、待ち合わせの時間は19時だったのです。このハプニングにより、平野くんと寿司屋の大将たちのやりとりが楽しいものとなりました。大将たちは、平野くんが早すぎる到着に驚き、そのやりとりがおかしくて可愛いと、笑いが絶えませんでした。 一方で、大雪のために食事会に参加するメンバーがなかなか到着できず、予想外の出来事が次々と起こりました。タクシーが到着せず、目的地に向かっている途中で迷子になるなど、冒険のような展開が広がりました。それでも、神宮寺君と平野君は二人で楽しい時間を過ごし、雪遊びに興じる姿が印象的でした。大雪にも負けず、仲間たちが助け合いながら冒険を楽しんでいく様子は、 まさにコミュニティの結束力を感じさせます。食事が始まると、メンバーたちは美味しそうにお寿司を頬張り、その様子はまるで一つの家族が集まっているかのようでした。それぞれが自分のペースで楽しむ様子が、コミュニティの多様性と豊かさを象徴していました。また、待ち合わせの時点での緊張感から、だんだんとリラックスした雰囲気に変わっていく様子も印象的でした。 メンバーたちは自分たちらしさを大切にしながら、笑顔でお互いを受け入れていました。この出来事から予測不可能な状況でも仲間同士が支え合い、笑顔で乗り越えていく力強さを感じました。時には予期せぬ出来事が、コミュニティをより強固に結ぶきっかけとなることもあるのかもしれませんね。最後に、ナンバー愛のメンバーたちが経験したこの食事解剖検討は、笑いあり、感動ありの素敵な思い出となったことでしょう。 今回の記事を通じて、彼らのコミュニティの結束力と冒険心あふれる一面に触れることができました。この食事会は予測不能な冒険と笑いに満ちたものとなり、メンバーたちは新しい絆で結ばれました。これからも彼らの活動から目が離せませんね。新たな友情と笑いの一夜、これからも彼らの魅力に期待が高まります。